はい、では次の方いらっしゃれば。あれ、なんか桐生さんがソルジャーのクリップを持ってるとかどうとか。お前のソルジャー見してみろ。行くか、ソルジャーコーチング。ブさん、ブさんで15分マッチとか、な、珍しい。なんかありますか、わからないところ、悩み。やっぱ肌荒れですかね、ほんとこ連敗続きで。オーバーウォッチをやめる。以上。さあ、ソルジャー見してくれ。あれ、パス。はい、まず、お、来た来た。ちょ、まず、ちょ、ダメ。もう、ここに立っとかないと思う、まず。ソルジャーなら、ね、ここ。ここ。ここね、ここ。はい。遅い。まあ、スタートが遅い。おい、何してる。そう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 。走ろう。よし。和田アキ子ボールやっとるやん。ちょっと待って、これね、ボール。あ、いい、いい、いい。ちょっとボール見すぎやな。ボール見すぎなんで、こう、多分、この時。この時。いやいやいや、そんなことない。これちょっとボール見すぎなんで、本命はここじゃん、やっぱ。相手の本体って。だピョンって、死ぬ可能性あるから。阻害もあるし、スリップもあるから、まあ、そうそう死なん。で、ソルジャー撃ったところで、別にそんなほら、助けられない。それよりもかは、ちゃんと、そう、こうやって、DPS 見てた方がいい。頑張れ!惜しい!これね、ポイントはね、踏まなくていいね。もう撃ってるだけでいい。ポジション取って。はい、ナイス。まあ、ナイスだけど、ポイント行く必要ないんで、もうここ。ここで撃っときゃいいよ。ずっと。生きて帰ってるー。いけいけいけ、許すな許すな。ナイスナイスナイス。燃えてるじゃん。え、やっぱソルジャーじゃないですか。あ、いいね、この追撃。惜しい。燃え燃え、キュン。やばい、バーストが。バースト力が桁違い。来た!いいよ。もうどんどん行こう。いい、どんどん行こう。行こう行こう行こう。ダメ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 、もう後ろ下がったダメ。これもう行く。わかった?よし。2キルしてるから。2キルして、突っ込んで、死の。うん。それでも1ユリだから。ポイント行きがちだね。惜しい。あー、惜しい。うわ、間に合った。あー、どんまい。キャスいるぞ。あ、なんだこいつ、許すな。あ、許すな。ナイス。惜しい。あ、いいね。もうここで撃っときゃいいよ。別にね、こう、近づく必要はないんで。なんだろうな。撃てる敵がいる間は別に動かなくていいよ。敵が撃てなくな、見えなくて、隠れたりして撃てなくなった時に動いたらいい。危ない。いいよ。で、こういう時とかは、まあいいね。後ろでもいい。来た!あ、いいね、これ。これ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 !弱っ。
これね、ここ倒した後にここで車線通してもよかったね。ソルジャーはね、近距離マジで弱いんで近づきたくない。そのために逃げるスプリントで。なんで俺ソルジャーガチでコーチングしてるんだ。これもいい、ポイントいかなくて撃てるとこで撃ってたらいい。サイドが強いからね、やっぱ正面で撃つよりもサイドで撃ってた方が強いんだ。そう、こう正面だとね移動しづらいんだよね、次の一手が出せない。でもサイドから撃ってるとこっちに来たらこ、あの次バックラインから車線通せんだよ。そう、そうやってスプリントを使う。あれ、ソルジャー弱いなってなった。おい、終わりかよ。じゃあもう終わりでいい。ウィドウ相手、これウィドウの銃声って聞こえてんのかな。え、やばい、死んでた。あ、いいよ、このワンチャン拾いに行く動き、いいですね。スピーカーですか。惜しい。いいね、でもこの高台を取り続ける、いいよ。頑張れ。いいね、いいよ。高台この取り続けた結果です。え、ちなみにこれですね、ちなみにこれリーパーなんですけど、これ豆知識です。このモアモアがあるじゃん、このモアモアの頂点じゃなくて、なんて言うんだ、この濃い色のとこがあるじゃん、ここがヘッドラインで、多分俺いつも確かここに合わせてる気がする。このギザギザのところ。ここ。これがヘッドライン。ほら。ここです。ちょっと違う？でも、大体当たってるよね。大体当たってるわ。うん。頭いいですね。ヘッドだけに。タイミングは感覚、音で覚えてるかな。ちょ待って、ごめんなさい、アキンコさんの視点見てました、すいません、すいません、本当に。いいね、いいね。お、足音聞いてる、えらい。ナイス。まあ強いて言うなら降りる必要はなかったね。やばい、早すぎ早すぎ早すぎ。おお、すんごいすんごい、すんごい勇気回す。一本持ってったんで、俺なら引いてたけど、まあ、その手もあり、全然うまい。でもここのマップはね、結構車線が通りやすいマップなので、最初はまず車線意識した方がいいね。この後ここにずれちゃうと、これ多分車線通るんだよな、正面から。ほら、こんな感じでリプレイ見るとね、分かりやすいんだけど、相手視点こうやって、車線がね、もうど真ん中にいるんで、そこはね、意識した方がいいね、このマップ。なんで、まあ、立ち位置的にはこの看板の後ろ使うか、もうポイントやっちゃうか。そこはね、感覚で覚えておいた方が、後々めっちゃ役に立つ。うん、でもここも、いやー、ちょっと難しい。正直ね、味方の意図が分かんないから、やっぱランクだと、どこでどうやって当たりたいのかとか。ここはね、しゃあないかな。孤立しちゃうの。ただちょっと前かもね。前すぎるかも。ポジション的に。むずいな。やっぱ被弾
抑えるならポイントの方が障害物あってダメージ抑えられるんで、もうちょっとむずいんだね。まあ全然いいと思う。相手ゼニアッタだしね、こっちウィンストンだから合わせて飛ぶみたいなのは全然 OK。 危なっ。おいー、ヒュージ大大。いいよ、トレサーみんない。ただこれ人数不利だからボールとトレに見られたときは逃げた方がいいね。いけ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 、いいよ。オッケーオッケー、いいね、サイド取ってるの。オッケー、これね、これトレーサーはね、パック管理ね、マジ大事なんで、パックの付近にいると、少しのダメージ食らったら取っちゃうから、そこはね、自分で管理した方がいいよ。半分ぐらい食らって取った方がやっぱいいから。これ10ぐらいしか回復してないんだよね。マジもったいない。また取って引きたかったのかな？もしかしたら。相手に取らせないように。あ、いいね、惜しい。あ、ナイス。逃げろー逃げろーナイスナイス、逃げ。ナイスバルス、いいね。あー、いいね。なんでソルジャー使ってたの？トレーサーとキャスでいいじゃん。これね、どっちかはっきりしたい。トレーサーオンだったらもうトレーサーで、バックライン絡みたいんだったらトレーサー無視する、待つ。どっちか絞った方がいい。または追いかけるならマジでトレーサー追いかけた方がいいし、トレーサーも打ってバックラインも絡むんじゃ多分こうバレるんだよね、警戒されちゃうから。これ打たなければね、多分ね、全員倒せたと思うよ。うん、ナイス。結果的に。さあ、ここからむずいよ。あ、でもビームがすごい。あー、ビームがすごい。ナイス合わせ。そうね、ちょこちょこあったけど、トレーサーでサイド取れてるときは自分がバレなければバックラインノーリスクで絡めるんで、相手のトレーサーがどかしに来ない限りは打たなくてもいいかもね、気づかれない限りか。ゼリエッタとかは特にそんなもんすかね。でもソルジャーはね、割とね刺さりそうではあったよ、立ち回り次第で。ソルジャー OTP でいいです。まずここもうボール見なくていい、もう前、まあ、前バックラインと DPS 打つ。もう一回しちゃう。もうおかわり。おかわりコーチング。それじゃだけ。いい。正面でもいいし、右でもいい。ただ、ここは、移動とか出がちなんで、正面だと移動が怖い。リスナーの潜在意識にソルジャー使いたい欲を浸透させてカルト競争。で、ここは数字弱いかもしれん。距離が開けてるから。スナイパー相手にやっぱ弱いんでね、アッシュとか、アッシュとかウィドウとか半蔵とかに弱いんで、まあそいつら出てなかったら強え。だから本当は強えんだよ、今この構成に対してはね。まずこう近づかなくていい、ちょっと位置が甘い。でこれは行かなくていい、もうその場で一生打っとけばいい。引いた方が全体、こう距離取った方が全体見えるから、そこで打ちやすい敵を打つ。相手がソルジャーやばいなってなるから、ボールが絡みに来るんだよ、多分。その時に逃げたり、回復使ったりする。まあ、もうちょっとね、なんか近づく癖があるんで、
やっぱ距離取ってね、打ちたいっすね、ソルジャーは。で、ロームするときは、ヒールがめちゃくちゃ重要なアビリティなんで、ヒール使った後は味方の方に合流した方がいいね。こんなさ、がっつりコーチングしてさ、絶対ソルジャー使わんやん。知ってるんだから。